はい、どうも皆さんこんにちは。 BCSL ワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルことふみやっちょです。本日はですね、ルシアンの解説を行っていきます。はい、まずルシアンの特性ですね、レーン適性やどんなチャンピオンかについて触れていきたいと思います。いけるレーンはバロンレーン、ミッドレーン、ドラゴンレーンとなっております。序盤のトレード性能がですね非常に高く、序盤のレーン戦がとても強いです。中盤終盤にかけても持ち前の機動力を生かしたスプリットプッシュや集団戦なんかも強力となっております。メタにいる時期も長く、序盤終盤隙がないため初心者にもおすすめなチャンピオンとなっております。それではスキルについて少し説明していきます。まずパッシブですね。二丁拳銃、スキル使用後 3.5 秒以内に行う通常攻撃が2回攻撃になります。で、1スキルピアッシングライト、指定した敵に光を発射し、その軌道上すべての敵にダメージを与えます。レーニングではミニオンを指定して発動して、その奥のチャンピオンを当てることを意識しましょう。2スキルのアーデントプレイズ、最大射程に到達するか最初に敵に当たった時点で爆発するエネルギーを発射し、ダメージを当て敵をマークしますと。で、自身か味方がマークされた敵にダメージを与えると1秒間自身の移動速度が増加します。まあ、なので追いスキルだったり逃げスキルに、使用することができます。3スキルのスライド、短距離を素早く移動します。パッシブによる2回攻撃が当たるたびにクールダウンが1秒短くなります。なので、3スキルから入ってですね、入れて、2スキル AA、1スキル AA なんか入れると3スキルがまた使えるようになる状態になることもあります。はい、ウルトの2丁走射、3秒間弾丸を高速で連射し、当たった敵にダメージを与えます。で、二丁走射中にも3スキルを使用することができ、ウルトを再発動すると連射をキャンセルします。で、このスキルはミニオンに対して 200% のダメージを与えますということで、ミニオンのクリアだったりとか、集団戦中でちょっとこうやることないなみたいな、どうしようかなみたいな時に打ったりとか、スキルコンボで相手をこう倒す時に、最後のフィニッシャースキルとして利用することがあります。はい、で、スキル上げ順番、1、3、2と上げていきます。で、ウルトは優先的に上げるようにします。はい、続きまして基本コンボ、3スキル AA を2回、1スキル AA を2回、1スキルウルトとなっております。で、3スキルがですね途中でアップする場合は途中で挟むということを行っても大丈夫です。はい、立ち回りです。連戦はですね、基本コンボを使ったもう強気なショートトレードを行うことが大事です。本当にめちゃめちゃダメージ出せるので、もう連戦はもうショートトレードでどんどん有利を取っていきましょう。で、集団戦は、3スキルを利用して位置を調整し、手前だったりですね柔らかい敵を倒すようにします。で、二丁走射を使用して遠距離から相手を削ることもできて、育ってる場合なんかはですね3スキルを使用してアサシン的な立ち回りを行うことなんかもできます。で、相性のいいサポートについて触れていきたいと思います。一番自分がルシアンに相性がいいサポートは波だと思っております。その理由は移動速度上昇スキルとですねダメージアップスキルによってショートトレードが強いことや、ショートトレードで減った HP を回復してもらえることが理由として挙げれます。続いて相性のいいサポートはブラームとなっております。で、ブラームのパッシブの男の拳はですね、3回 AA をするとスタンになるのですが、ルシアンはパッシブで AA がですねスキル後に2回出ますので、すぐにスタンを入れることができます。はい、続きましてビルドについて説明していきます。ファーストコアはですねストームレーザーから入りまして、ブーツをアップグレードするかどうかは好みなんですけれども、自分はそこでフロートベルトを入れます。で、その後にソラリーチャージブレード、インフィニティエッジ、ブラッドサースター、セリルダーといきます。メタによっては、ソロレーンなんかで運用した際はハルブレイカーを積むことなんかもありますね。その場合はハルブレイカー、ブラッドサースター、王剣だったりのビルドになると思います。はい、続きまして、ルーンについて見ていきます。キーストーンはクラーケンスレイヤー、波動はブルータル、不滅はお好みで、ボーンアーマーか、相手の CC が多い時なんかはハンター巨人もいいかなと思います。で、典型は甘党にしております。ルシアンは初心者にもとってもおすすめで、現環境とても強力なチャンピオンとなっております。この動画を参考にぜひ使ってみてください。で、私ビビロイヤルでですね、ワイルドリフトやロールのライブ配信、毎日動画投稿しています。よかったらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。